動画をご覧の皆様こんにちは。今回も星野富郎さんの作品をご紹介させていただきます。今回ご紹介する作品は同じ重さという作品になります。ご覧ください。咲き誇る淡い紅色の椿、柔らかい花びらの感触が伝わってきます。上部にやや、濃い色のつぼみを2つ上向きに描いています。画面右端の余白からゆったりした空間が生まれています。詩を読んでみます。与えられることと失うことは同じ重さらしい。散る花があって咲く花があるという詩が添えられています。1970年に大怪我をし生死をさまよった富郎さん、苦しく辛い時もありました。夜があるから朝が眩しいように、失った時初めてその価値に気づくことがあります。何気なく動いていた指、当たり前のように歩いていた足、しかし目に見えるものよりももっともっと大切なものがありました。もしかしたら失うことと与えられることとは隣同士かもしれません、と1982年出版の風の旅に書いています。失うことと与えられることと、散る花と咲く花のように一見反対側にあると思えることも深い意味があるということをそっと語りかけてくれる作品です。いかがでしょうか。失って初めて日常の素晴らしさ、ありがたさが感じ取れる時があります。この作品を見るとそういうのが本当に心に深く染み渡ります。はい、それでは次回また動画でお会いしましょう。